公共楽団はアアメリリカ合衆国ののオーケストラの一つアリゾナ州フェニックスの人口がまだ10万人に満たなかった1947年に設立。当初は音楽家たちがたまにグループを組み、毎年数回の演奏会を行う団体だった。今日、フェニックス公共楽団には毎年30万人の観客が訪れ、 その公演数は年間275回を数える。本拠地はフェニックスシンフォニーホール。団員数は76人でアリゾナ州唯一のフルタイムで活動するプロフェッショナルオーケストラである。年間の予算は1000万ベイドルであり、主にチケットの売上げ、個人や企業の寄付、アリゾナ芸術委員会、国立芸術基金、フェニックス芸術文化局から提供される。 公的資金によって賄われている。フェニックスのダウンタウンでクラシックやポップスの公演を行う傍らで、同州スコッツデール、メサ、プレスコットなど、アリゾナ中央部の各地で公演を行う。シーズン中は、教育、地域貢献を目的とした活動も行っており、7万人の生徒265の学校が対象となる。これまでに、ムスティスラフロストロポービチ、 シュロモ・ミンツ、エマニュエル・アックス、バン・クライバーン、ジェームズ・ゴールウェイ、オラシオ・グティエレス、ヨーヨーマ、ゴシマ・ミドリ、イツアーク・パールマン、アイザック・スターン、アンドレワッツ、サラ・チャン、オルガ・ケルン、カレン・ゴミョウ、ピンカス・スズー・カーマンなどが来園している。ドク・セバリンセンが、ヒット・ポップス指揮者として1983から84年から2005から6年のシーズンまで務めた。 これまでに来演したポップスアーティストにサンディ・ダンカン、マイケル・ファインスタイン、マービン・ハムリッシュ、ボビー・マクファーリン、アンドレア・マルコビッチ、ピーター・ネロなどがいる。マイケル・クリスティが2005年より音楽監督を務めている。ありがとうございます。